ピーバースデー、イエーイ、イエーイ、イエーイ、サンキュー。リカちゃんに急に声かけられた時はびっくりしたけど、タンパやってくれるなんてありがとね。ずっと一緒に遊んでみたかったんだよね。そしたら偶然会っちゃうし、もうすぐ誕生日だって言うし、もうパーティーするしかないっしょラッキーだったよね。えへへ、日頃の行いだよね。それじゃ偶然の出会いに乾杯。乾杯、イエーイ。ノリが軽すぎる。超有名人相手なのになんでみんな平気なの。緊張が解けないよ。クイズならお任せください。いつ聞かれてもいいように日々知識を蓄えておりますから。キャンプしたい日に限って雨。これは音楽の神様が家で DJ をしろと言ってるに違いない。